まあ、あの L1 と L1 コンパクトをよく分かってたので、そこのまあ見事にあの欠点をリメイクした、作りになってるなっていう、よくできてるなっていう、特にあの、サブウーハーとのつながりが良かったのが好印象だったです。サブウーハーっていうとなんか過分にうう言ってるイメージが多いですけど、まあもちろんレベル設定は各々できるから、デフォルトがどうかっていうのはちょっと別にしても、うん、あのだいたい標準的なところでちゃんとミュージックソースがフルレンジでちゃんと音楽的にいい状態で聞こえるっていうようなところではないでしょうか。以前の製品でも結構いいところまで行ってたと思うんですけれども、多分その DSP のイコライジングの調整がいいのかな。それとやっぱりアンプ部 SN 含めてこれは劇的に向上していると思います。音がクリアだし、そもそも音圧がでかい、うん、あのあこれはもうダメだなっていう、うん、歪みに近いようなところの音質がもうはるかに上、音圧に対してはるかに上です、うん、あの音量がでかい音を許容するというよりも、そういうこうパルシブなねピークに余裕を持って対応できる。ついついあのコンパクトシステムって突っ込んじゃうんですよ。で逆にブレイクした時はしょうがない、電源事情がこうだからと、置けるスペースがこうだったとかっていう言い訳で破綻したところはしょうがない、目つぶってくださいねっていうところがなくなった、うん、随分高い方向に持っていかれるんじゃないですかね。当然やっぱり100の能力のあるものを100近くで使うよりも60ぐらいでっていうのはやっぱり常に考えることです。そのユニットが余力を持ったところでっていう方がやっぱり表現の幅が広い。もう100の100近くになるともう叩かなきゃいけないし、痛いところは歪みで出てきちゃうしっていうところは随分薄くなってると思いますよね。それはまあ本当にその、うん、想像した通りの結果が得られてると思います。それはやっぱりラインアレイの、ちゃんとラインアレイの理論メリットですよね。円達性、そういうところがちゃんと、なかなかラインアレイのスピーカーってそのこれラインアレイかなみたいな理論をどこまで正しく守ってかつ音質に音質をいい状態でまとめるかっていうのは非常に大事なことなんですけど、でもそのそもそもの物理特性の円達性があるっていうところをきちんと理論通り作ったものが達成してくれると現場としてはそのイメージ通りだなっていう、そこがイメージ通りじゃないっていうのは多分その物理特性がちゃんと完全に設計上織り込まれてないっていうことになるから、うん、そういった意味では非常にその正確に動作するスピーカーだなっていうふうには思いました。円達性が高いっていうことは近場から遠まま遠いところまで、まあ減衰が通常のポイントソースとかに比べて距離減衰が少ないっていうことですからね。それはやっぱり、舞台はそこそこなエリアを伴いますから、近いところの演者と一番遠いところの演者の音圧差が少ない方が当然いいですよね。そうじゃないと近場はちょっとでかいんだけど遠場もちょっと小さいねっていうんでは、やっぱりその許容範囲の中でみんなが まあ満足できることになる。まあそれはポイントソースでもラインアレイでも一緒なんですけど、例えばこれを FOH に使った時もそうですよね。大体やっぱり近場はうるさくて遠場が聞こえない、で遠場に合わせると近場はうるさい、でそういうもんだっていうところが、そういうもんだにで終わるのか、
それはやっぱりそのテクノロジーというか技術の進歩とその製品のその何でしょう、完成度が上がることによって近場もうるさくないし遠場もよく聞こえるよっていうところに向かっていくことは当然素晴らしいことだと思います。いや素直ですよ。で、あの見てくれはねラインアレイですけど、ポイントソースのスピーカーなんで、ポイントソースの、まあ、今までこう積んでたものをこういうパッケージングにしたっていう。デルタ Q っていうのはあの、まあ、よく何が違うんですかって聞かれてね、あのよく答えるのが、あの水道ホースの話をよくするんです。でビームを絞ると遠くに飛びますよね。で何も絞らないとここで失速する。で半分絞るとその間ぐらいに来ますよね。でも水量って一緒なんですよ。で当然近いから同じ音圧で出したら近場はうるさいですよ。でそれをレベルでコントロールするんじゃなくて、そのビームが細いところも中間も広いところも全部同じ水圧で行ってるわけですよね。で当然ホーンが広いからちょうどいいわけですよ。距離で近い分広いから普通に聞こえ、遠くは絞ってるから音が飛ぶ。そのホーンが精密に動いてるんで、ここのつながりとかめちゃくちゃいいですよ。あのつながりで段差は感じないです。普通感じますね、うん、それはないですね。20、15ってあるんですけど、横も変えてます。横指向も変えてます。なぜかというと当然ですよ。近場は120度ぐらいいるけど、その次は90でよくて、その次は70でいい。こう当然そうですよね。こうなっていく。で音圧はこうビーミングされて遠くに飛んでるわけだから、あそうだ T シャツこれね、これ見てください。 この辺 この設置面積が遠くなるほど一緒ですよ、細くて。確かにおっしゃるそう通りだねっていうのって大事なことなんですよ。始めるにあたる、そうだそうだきっとそうだ、あ実際そうだ、よしあとはイコライジングとかリバーブがどうとかコンプレッサーがどうとかっていうところに集中できますよね。なんかそこが疑わしいと壁の反射がよくあるじゃないですか。ちょっとワンワンしてませんって言った時に、いやもうしょうがないんです、壁がこうですからっていうのはあんまり言いたくないですよ。それ全部分かった上で総合でどうなんだっていう。だから僕ならワンワンしますねって言ったら僕の音響デザインの失敗です申し訳ありませんっていう方が潔いと。それはでもアプリケーションがないと、じゃあこれだから非対称のホーンとかもできるんですよ。こうだからあのうんこっちがだから角度だと120とかだとぶち当たりまくりじゃないですかっていう、非対称のホーン入れてるんですよ壁が。だからこうなってる全部付け替えれる。でこれでしょ、さっきもねお話したんですけど、もうどうしても3本つけたかった。今までルームマッチっていうシステムで2本2分割のこう指向性しか与えられなかったから、やっぱりこのこういう風にしたいじゃないみたいな。同軸スピーカーなので全く同じとは言えないんですけれども、その設計思想が同じである、チューニングが同じであるっていうところで、非常にやっぱり音色、中高域の音色が同じ感覚で扱えるっていうのが大きいと思います。なので、まあ出音とモニターの音がこういうタク返しみたいな同じ EQを、共通としなければいけないような時に、アーティストさんミュージシャンとの会
会話というか、まあ、音作りの同じ価値観をシェアできるっていうところが大きいと思います。ポーズさんのそのポーズシステムのその全体的なコンセプトでいうとクロスオーバーが低いので、そのドライバーに持たせれる帯域が広いんですね。っていうことはそれがその音の統一感になおさら関わってくる。中高域の質感が揃うっていうのは非常にやりがいのある、エンジニアとしてはやりがいのあるスピーカーシステムだと思います。臨場感って言うんだったらやっぱりサラウンド配信したいんだけれども、なかなかねリアルタイムなライブでサラウンドって言ってもなーみたいな、難しいっていうのもあるけれども面白くないっていう方が大きいかな。ただただなんかオーディエンスの音を後ろから出して臨場感とか言ったところで、じゃあそのシステムを持ってるリスナーがどのぐらいいるのか、もっと言うとその配信のサイトがサラウンドに対応してるのかそもそもっていうのが甚だ疑問ですよね。もうなんかエンコーダー次第みたいなところがあって、僕も YouTube 見てて、なんか後ろからもうちはもう全エリアサラウンド、会社の中を全てサラウンド化してるんでね、やる以上やっぱりいつもそういう環境にいなきゃいけない。でもなんかこれなんだろうねこの後ろみたいな、あの AV アンプが勝手に判断してちょっと位相的にいじってこぼしてるようなもんもあるし、でそれで言うと何でしょうね、あのイマーシブで作っちゃった方が簡単っていうか、あなぜかというとサラウンド配信の音はアンビソニックとかそのあの後ろ方向を感じる2ちゃん、情報が2ちゃんじゃないですか。でそうすると配信のそのプラットフォームを選ばない、2ちゃんでいいわけ。ただ今のことで言うとそのハイブリッドにすることは難しいから、アンビソニックのチャンネルとか2ちゃんでちゃんと聞こえるチャンネルとか、まあ、もっと言うとハイレゾもあるだろうし、もっと言うとマルチチャンネルもある、4種類あると思うんですよ。ハイレゾ、多チャンネル、アンビソニック的なそのイヤホンだけの疑似体験と普通にテレビ的な2ちゃん、これをどうこの先使い分けていくかってことだと